はい、皆さんこんにちは、トン吉でございます。昨日1月の29日、楽天モバイルが新しい料金プラン楽天アンリミット6発表いたしました。僕も公式の楽天モバイルの発表会の後にですね、振り返りイベントっていうのもさせていただきましたが、まあすごい、まあ、簡単に言うとね、料金が今まで一律2980円が段階的な料金として、使わなかったら0円、いくら使っても2980円というね、まあ、段階的プランが出たよということで、非常に世間的にも話題になったかなと思います。まあ、非常に有益なプランが出たところで、このプランをお子さんにキャンペーン適用して利用されることができないのだろうかって思う方いらっしゃいませんか？ということでですね、この辺を今日はお話ししたいなっていうふうに思います。よかったら最後まで見てってね。はい、ということで、今日はですね、楽天モバイルの楽天アンリミットというプランが未成年者に適用できるのかどうかというところについてお話ししたいと思います。特に1年間無料キャンペーンというのが適用できるのかというところですね、お話ししたいと思います。結論を先に言います。未成年者であっても楽天アンリミットの1年間無料キャンペーンというのは適用することができます。なので、まあ、この動画ではどうやってやっていくのかというところを簡単にフォローアップさせていただきたいと思います。そしてこの未成年者の契約に関しては、楽天モバイルの公式のページにも具体的に必要なものとかそういうのが、ね、まとめられているので、そちらも合わせて見ていただくといいんじゃないかなと思います。その辺はね、概要欄の方に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。実際にじゃあどうやってやっていくのかっていうところのお話入っていきたいと思います。今回自分のお子さんに、特に未成年者にっていうことなんですけど、大きく年齢に応じて2つケースがあるので、それぞれね分けてお話ししたいと思います。それぞれのケースを先にお見せするとこんな感じ。はい、まずですね、18歳未満、いわゆる高校を卒業するまでの方、そして高校卒業して18歳から20歳まで、まあ大学生になっているか社会人になっているかみたいな、そんなところですね。この2つについてちょっとねお話しできればというふうに思います。18歳未満の方、そして18歳から20歳まで未成年の方ですね、両方ともお子さん利用する方の楽天アカウントというのを作る必要があります。なので、まあ、手続きをされる前に事前にフリーメールアカウントとかで子供用のメールアカウントを作るっていうのが第一ステップになります。でこの後それぞれね、18歳未満の方、20歳未満の方ということでお話ししていきたいと思います。じゃあまずこちら、18歳未満の方についてのお話です。18歳未満の方については、契約自体は実店舗でのみ可能になっています。今オンライン手続きというのもありますが、18歳未満の方は親と契約する子供2人が一緒になって楽天モバイルショップに、実店舗に行く必要が出てきます。子供、大人、それぞれね必要な書類が違うので、そこもお話しします。まずね、お子さんが必要になるものをお話ししましょう。まず本人確認書類が必要になります。ここでいう本人確認書類は保険証になります。18歳未満なので、免許証とかっていうのはまだ保有していないということなので、健康保険証などを持っていくことになります。そしてさらに確認書類、補助書類ということで、住民票も準備する必要があります。なので役所に行ったりしてね、事前に取り寄せておく必要があります。そして先にお話しした楽天モバイル ID、 そしてパスワードですね、その2つも覚えておけば OK だと思いますけど、作ってちゃんと持っていく必要があります。はい、そして次に保護者が必要になる書類でございます。保護者が必要になる書類としては大きく2つです。保護者の場合は免許証等があれば免許証だけで OK、 ただ健康保険証とかパスポートとかそういうものである場合は住民票を補助資料としてお持ちします。18歳未満の場合には法定代理人ということを立てて契約をすることになるので、基本的には子どもの確認書類、そして保護者の確認書類と両方必要になるっていうことですね。もう一つ必要なものがあります。法定代理人同意書兼名義人同意書というのが必要になります。これですね、どういうものかというと、こんなものです。じゃん、これは楽天モバイルのホームページの方からダウンロードができるので、お店に行く前にですね、これを印刷なんかをして持っていくと OK です。もしかするとお店でもこの紙もらえるかもしれないですけど、準備していく方が段取りとしては早いと思います。はい、次にですね、18歳未満の方が契約する場合のお支払い方法についてもちょっとお話しします。支払い方法、まあ当然18歳未満なので支払い能力って基本的にはないと思うんですけど、契約するそのお子さんの通帳、もしくは保護者のクレジットカードや銀行口座、どちらでもね契約することが可能だそうです。なのでこの点についてはあんまり大きな問題にならないかなというふうには思います。そして最後に、この18歳未満の方が契約する場合に必須の契約があります。それが
安心コントロール by i フィルターというものになります。月額300円で加入することになるものですね。これ何かというと、まあ、危険なサイトとかにアクセスしないようにしたりとか、ここのサイトは行ってもいいけどここはダメよとかいうのを保護者が管理できるようにするようなアプリケーションです。このアプリケーション必ず加入が必要なので、18歳未満の方はキャンペーンで無料になると言うんですけど、300円だけは手出しが必要になると思われます。で、このオプションは一部使えない端末、一部対応していない端末というのもあるそうです。具体的にはね、 OPPO の端末の古いものだったり、あとはファーウェイの端末だったり、いくつかの端末だけなんですけど対象外があるので、その辺も確認していただくことが重要かなと思います。はい、ここまでがですね、18歳未満の方が契約する場合のお話でございました。続きまして、18歳以上の方で20歳までの方についてお話ししていきたいと思います。18歳を超えると手続き自体は非常に簡単になります。この場合、オンラインショップ、そして店舗への訪問、どちらでも契約が可能になります。18歳から20歳の方が契約するときに必要になる書類についてのお話です。まずお子さん、お子さんは先ほどと同じです。本人確認書類として保険証やパスポート、そして補助資料として住民票を足してあげる必要が出てきます。であとは楽天の ID パスワードですね、それを下準備しておくという感じになります。続きまして、保護者の方の書類ですね。で、今回18歳以上になるので保護者の方の確認書類は不要になります。ただし未成年の方の場合は法定代理人を立てる必要が出てくるので、保護者の同意書という形で、先ほどお話しした法定代理人同意書兼支払い名義人同意書というものをダウンロードして準備して提出する必要が出てきます。18歳から20歳までの方の支払い方法についてです。こちらについては18歳以上なので、お子さんがクレジットカードをお持ちの方の場合もありますし、親御さんのクレジットカードもあると思います。なのでどちらのね、クレジットカードでも OK、 そして銀行口座でも OK ということになっております。かなりハードルは低くなるかなというふうに思います。はい、そしてね、まあ、ここから契約に必要なものは分かったんだけど、じゃあ300万回線無料のところどうすればいいのっていう方いると思うんで、ちょっとだけ補足しておきます。このね、無料キャンペーンについてはあくまで楽天 ID1 個につき1回線まで無料になります。なので親御さんがすでに楽天モバイルを契約している場合であれば、お子さんに自分の名義で作ると有料回線になります。なので最初に作る楽天アカウントっていうのはお子さん専用の楽天アカウントにしていただいて、親の回線とは切り離した回線ということで作っていただくと、このお子さんの方の1回線目ということで無料キャンペーンが適用にされるそうです。で、この辺はですね、僕が過去に楽天モバイルのサポートの方に確認をして得られた情報になっています。はい、ということで今日の動画はですね、楽天回線の300万回線まで無料キャンペーンというのが未成年の方、学生さんとかの方でも受けられるのか、受けるためにはどういう書類が必要なのかというお話をさせていただきました。基本的にはお子さんでも1年間無料は適用できるということでね、皆さんチャレンジしていただければいいかなというふうに思います。そして、今回楽天アンリミット6に進化したことで、電話だけ専用で持つのであれば1年経過した後もずっと無料で使えるということになります。データ容量 1GB っていうのはなかなか運用難しいかもしれませんが、うまく利用することで固定費をね、ずっと安く済ませることもできるので、これから携帯を準備する方たちの選択肢の一つになればいいかなっていう思ったので、今日はこれを動画にさせていただきました。というふうな感じで今日の動画終わりたいと思います。今日の動画がちょっとでも役に立ったなっていう方はぜひいいね評価、そしてこういうお得情報が知りたいなっていう方がいればチャンネル登録もしていただけると嬉しいかなと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。